そうで、多分雪が降ったとしても、これでいけると思うんですよね。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。秋雨前線がこう日本の北からぐーっと降りてきて、ここ最近ですね、雨が続いております。まあ今都内はすごい快晴で、ものすごい気持ちがいい天気なんですけど、もう結構肌寒い季節が続いてますので、まあそろそろですね、僕もこういう半袖、もうできないかなっていうふうに思います。前回、前々回あたりの動画で、もうですね、僕の秋冬お見せしちゃったんですけど、これぐらいあれば秋冬は越せるなっていうものが、まあ揃ったので、ちょっと今回ですね、それを新たにシェアしたいなというふうに思います。で、またここで前提条件なんですけど、僕はですね、一人暮らしをしています。はい、なので家族持ちの方とか、そういった方はあんまり参考にならないかもしれません。あと、仕事で絶対必要なもの、例えば会社員の方でしたらスーツとか、そういったものも僕にもありますので、そんななんかめちゃくちゃ少ないっていうわけじゃないかもしれません。はい、僕は秋冬になるとですね、全身ヒートテックでまといます。こんな感じでですね、はい、こんな感じでですね、全身ヒートテックで身を覆います。めちゃくちゃあったかいですよね、本当に。重ね着すると、洗濯物も増えるし、動きにくいし、身軽じゃないんですよね。なので、冬でも基本的にそこまで、重ね着しないんですよ。で、それでも冬を乗り切れるのはなんでかって言ったら、このヒートテックがあるからです。本当ありがとうございます。はい、まずはズボンからです。これがですね、ジーパンで、これがスラックスです。これ2つともユニクロで買ってます。これが秋冬でも使う T シャツです。黒とグレーですね。はい、これが簡単な羽織るものです。これがですね、無印で買ってきたケーブルニットパーカー。すんごいコンパクトになる、なんだろうこれ。なんかパーカーです。で、これがオフィスカジュアルグッズです。ジャケット、シャツ2枚です。で、これが物ごっつ寒くなった時に着るためのものです。これはですね、もう去年からずっと家にあるやつです。これがトレンチで、これがダウンジャケット。これめちゃくちゃあったかいです。あ、忘れてました。で、あとここに1着、スーツがあります。で、あと靴はこの3着です。という感じで、以上が僕の今ある服なんですけど、どういうふうに組み合わせていくかっていうのもちょっとお見せしたいなというふうに思います。まず1つ目のパターンは、こんな感じで、スラックスとコートとケーブルニットとシャツの、このザ・無難なですね、オフィスカジュアル風なファッションになります。スラックスとこのジャケットとワイシャツ組み合わせることで、秋のオフィカジ風になります。そう。秋はこれでいいですよね。で、こっちがハイカラーのジーンズで、こっちが襟なしの T シャツで、その上にセーターを着ることで、思いっきりこうラフな感じになります。で、この格好がノニジュースを新宿まで飲みに行った時の服装です。スラックス で中に T シャツを着て、でその上にパーカーを着てました。これはこれでかなり動きやすかったです。そうで、多分雪が降ったとしてもこれでいけると思うんですよね。そう、全身ヒートテックなわけなので、ダウンとヒートテックの組み合わせがあれば、多分今年の冬は越せるんじゃないかなというふうに思います。ということで、こういろいろ組み合わせると1週間分ぐらいのパターンにはなりそうだなっていうのがお分かりいただけたかなと。ジャケットとスラックスが基本になると思います、これからは。スーツはスーツ1着あれば、それをずっと制服にすればいいですし、僕の場合もジャケット、そのスラックスの上に、ケーブルニットだったりジャケットを羽織ってしまえば、それを制服にすればもうある程度はそれで持ちますし、なのでこれで僕は秋冬何にしようかなって迷うこともなく、原宿とか行ってお店を見た時に、あ、これ可愛い、欲しいとかって思うこともないというふうに思いますんで、これでまた身軽な環境作りっていうのができたと思います。で、もしかしたらあなたは、いや、多くないですか、ショッピンさんって思ってるかもしれないです。僕もですね、正直動画を撮ってる最中ですよ、動画を撮ってる最中に、あれ、
多くないとか思ったんですけど、まあ秋冬なんで、夏と違って秋冬っていうのは羽織物がの存在がプラスされるので、まあそれで一気に増えた感じになるかなというふうに思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。参考になりましたでしょうか。もしですね、参考になりました、面白かったです、それでしたらぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。でですね、まあ、この動画を見てるあなたがミニマリストになりたいです、ミニマリストこれからちょっと始めていこうと思ってますっていう方はですね、ぜひこのチャンネルに登録している方の意見も聞いていただきたいです。まあ、何かというと、このチャンネルをですね登録していただけてる方の中には、結構僕よりもですね経験の多いミニマリストの方なんて結構いらっしゃるようです。なのでもしですね、あなたがミニマリストやってますっていう方でしたら、ぜひそういった初心者の方のためにもですねコメントを残していただければなというふうに思います。俺は今年の冬服こんな感じでやってるよとか、私はこんな感じでやってます、おいどんはこんな感じでやってるでござるみたいな、そういうのがですねあれば、ぜひぜひコメント欄にフリースタイルで書いていただければ、ミニマリストになろう、ミニマリストを始めていきますっていう方のためになるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあこれで以上させていただきます。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。